い、生放送お疲れ様でした。お疲れ様でした。森岡さんは2回目で、林さんテレビが初めてということで、はい、いかがでしたか？すごく楽しかったです。本当ですか？はい、緊張されました？いや、全然してないです。そうなんですね。はい、さすがですね。いや、ちょっとあのヴェルディのね、あの喜びを素直に褒めたい自分もいるし、はい、ちょっとね、負けて悔しい自分もいるし、はい、なんか変なこと言ってたらすいませんけど、いやいやいや、すごくいい回になったと思います。ありがとうございます。で、今回はですね、TwitterX の方で質問を募集しまして、はい、いくつかピックアップさせていただきます。はい、まず最初に、お二人は昇格プレーオフ決勝の前日、当日は何か験担ぎなどされていましたかという質問があります。自分からでいいですか？はい、当日っていうかね、はい、あのここのとこ朝走ってるんですけど、うん、いつも以上に距離走りましたね。あ、距離を走るんですね。なんか悶々としてたの。はい、え、それって今日の話ですか？いつも僕たちが現役の時の話ですね。はい、あ、今日のね。その時もやってたんですか？あ、今日は今朝は無理だったけど、昨日までこの1週間は、だから、あ、え、現役の時じゃなくて、まあ、でも森岡さん今もクラブに携わっているということで。あ、そうそうそう、そう、なんとなく、はい、あ、現役の時にプレーオフ、現役の時もじゃあ聞いてもいいですか？今日だよね、今日の話ですか？今日はだから、今日はあれだったけど、昨日までそのゆとり時間に、はい、もうとにかくちょっと自分もなんかやり朝から日の出見に行ってましたよ。へー、走って、すごいですね。ただね、験担いだことに、うん、なんだろう、失敗だったのか、これ、俺は。まあ、余計なこと言っちゃうから。いや、もう、でも悔しいね。はい、なんかもう、それに全部収まっちゃうな。林さんの、じゃあ林さんは、いや、僕はもう、現役時代はもう、いつも通りです。あ、そうなんですね。はい、で、今日もなるようになると思ってたの、信じて、国立に行きました。すごい力強い。その境地にいるってのはやっぱすごいね。確かに、はい、操作しちゃいますもんね、普通は。うん、あ、でも俺前日、引退の年ぐらいはもう前日は必ずささみしか、あの、ささみと、そうですか。そう、タンパク質はささみ、なぜか自分で思い込んでた。でもなんかそれがいい方に行ったけど、はい、うん、へー、そういうこともあるんですね。はい、じゃあ次行きましょうか。森岡さんはサンガでサンフレッチェとの入れ替え戦を経験していますが、印象に残っているプレーはありますか？この質問です。はい、まあ、自分のプレーじゃないんだけど、はい、あの本当に1点取られたらもう入れ替わるというか、サンガがその時上に上がれないっていう状態だったんですよ。はい、で、本当ラストプレーに近いところで、はい、セットプレー崩れのボールに自分がアプローチに行ったんだけど、はい、クロスは上げられちゃって、こう上げられた後で振り返る中を見たら、牧野、はい、当時まだ若くて広島で、牧野が合ってないんだよ、こっちゴールなんか。はいはい、こっちに出たのをオーバーヘッドで狙って、はいはいはい、でそれがポストに当たって外れたの。怖い。あれ入ってたらっていう、そういうなんか、なんだろう、そういうなんかうまく言えてないんですけど、それでもそんな感じです。だからそういう緊張感はあったろうなとは思うし、うん、なんか今日のそうだな、何言ってんだか。ショック受けてます。ショック、引きずってますね。いや、仕方ないです。それはちょっと受けますよね。だって泣いたもん、俺、あの優勝じゃねえ、昇格決めた。ああ、そうですよね。嬉し涙、初めてだった。はい、初めてだったんですね。今日のあの、だから森田君の涙がすごいわかる。やっぱり特別ですよね、J1、はい、昇格プレーオフですから。そして続いてお二人に聞きたいんですけれど、今回は J2 初めての VAR かと思いますが、解説陣としては今回双方の PK の判断についてどのように思いますか？私としても双方妥当な判定だと思っていますが、どうでしょうという重めの質問が来ました。いや、妥当だと思いますね。ですし、このゲームに VAR がついてて本当に良かったなと思いますね。逆になんかあれでなんかこう、またこうなんかいろんなことがあるのは嫌なので、 VAR があったことでしっかりレフリーもファールっていうことを決めたので、はい、そこは尊重して妥当だと思います。お、森岡さんいかがですか？うん、正直VR の判定自体のところで言えば、しっかりハンドで、手に当たってたっていうところと、まあ、最後のスライディングところ、本当に、まあ、厳しいジャッジのようにも見えるんだけど、ただうまく染めの、左足を出して先に
ブロックするような形のところに足が当たってしまっているので、まあ、ジャッジとしたら VR の判定としたらああいうジャッジになるのかなとは思います。ただ現場で見ててそのどういう状況かが分からないときに、うん、スタジアムのサポーターなんかは非常に悶々とするところがあるから、うん、VAR 自体はサッカーの質を高めると思うんだけど、うん、エンターテインメントとして考えた時のスタジアムでのあの悶々とする感じをなんとかなんないのかなっていうのは個人的には、うん、思います。ただ難しいですね、うん、VAR いろいろありますけどやっぱ守備力も上がると思うし、うん、でアタックはよりチャレンジできるようになるしっていうその総合関係というかそれでね、はい、どんどんサッカーの質が高まるっていうのは期待したいんで J2 にも J1 だけじゃなくてねできるんならどん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 導入してもらいたいと思いますけどね。はい、うん、というお二人の見解をいただきました。最後にすごく軽い質問なんですけれども、軽いあの中根アナはサッカーのポジションでいうとどこだと思いますかという、すごい聞くのも恥ずかしい、恥ずかしいでますか。ベンチですね厳しいベンチというのがポジションなのセンターフォワードです。ベンチ温めてます。センターフォワードです。センターフォワードですか、はい、センターフォワードです。いや、ありがたいですね。なんだろう、サイドバックとかなんか向いてそうな、まあ、そうですね、勝手なイメージ、守りの感じ、偽サイドバックしてそうですね。そうそうそう、はい、全然ごめん、守りには全く期待しなかった。なんかポジション取って攻撃行って、はい、なんか攻撃好きそうだ、はい、なんか聞かない方が良かったかもしれないだいぶ褒めたつもりだ頑張ります、はい、いい選手になれるように頑張ります。でボール蹴ったことあるんですか。私リフティングをやってたことがあって、うん、ちょっと待って、あのサッカーやってたことあるっていうなら分かるけどリフティングをやってたことがある。ボールを蹴るの一種ですから。何回できるんですか。私その時は当時は50回できました。すごいね。今はできないんですか。今はちょっと10回できないんです。逆に何のためにやってたの。いや、マネージャーをしてて、あ、試合中暇な時間があって、はい、それで50回やれるようになってすごいよ。かなり頑張りました。でも50回できて今なんで10回しかできないんですかね。いやー、何なんですかね。結構難しいですよね。いや、でもすぐできるんじゃない。できます、できる。コツを思い出せばできるかもしれない、はい、ちょっとまた50回ってすごいですね。だいたい10回の壁超えるかどうかから入る。50回超えたら100回いけるでしょ。いや、それを本当に部員のみんなに言われたんですけど、うん、やっぱり難しいですね。集中力も結構いりますし。でもね、50回から100回目指すよりは普通にフットサルとかやった方がいい違う方法で。そう、せっかくボール蹴ることになんか興味を持ったんだな、うん、そうですね。ちょっとせっかくこんな番組を携わらせていただいているので、はい、いつかこのセットがだいぶ変わるかもしれないここで、はい、なんかターゲット、キックターゲットいいですね。いいですね、楽しそうですね、はい、というお二人とお送りしました。